合わせます。甲賀くん、樹里さん、甲賀くん、樹里さん、はい、そう、手紙ありがとうございます。お手紙ありがとうございます。甲賀くん、樹里さん、お手紙ありがとうございます。お手紙の他にもあの素敵なイラストもありがとうございます。ありがとうございます。私は吹き矢のショーの最中の絵を再現して描いてくれました。りょうさんはどんな絵を描いてもらいましたか？私はあの空手 の, あの足上げをしているところをもう躍動感たっぷりに描いていただいて、もうすごい感動しました。ありがとうございます。ありがとうございます。また2人とも新しい技覚えていますので、また来年見に来てください。それでは最後にお二人に忍者パワーを送りたいと思います。はい、いきますよ、せーの、忍。まさきあゆみさん、お手紙ありがとうございます。早速読ませていただこうと思います。10月30日に11時の忍者実演ショーで皆さんのかっこいい姿を見てすっかりファンになってしまいました。皆さんに質問です。忍者の任務をやっていて良かったことは何ですか？とても楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございます。それではともさん、あの質問にお答えしていただけたらありがたいです。それはもう芸能人に会えることですよ。そうですね、ともさん、たくさんの芸能人の方に会っています。いや、今年は本当たくさんの方にお会いしましたよ。1月から2月にかけてはケント森さん、はい、あの世界的有名な。3月には香取慎吾さん、草薙剛さん、稲垣吾郎さん、みちょぱさん、キャインさん、エクジットさんに会いましたよ。豪華なメンバーですね。そして夏には炎の体育会 TV に出演させていただきまして、はい、トップアスリートの方と。トモさんの勇姿しっかり見てました。ありがとうございます。中でも大久保嘉人さん、はい、オーラすごかったです。おお、もう立ってるだけ歩いてるだけで絵になる男、まさに大久保嘉人さんです。もうあのカメラが回ってる時、回ってない時もう関係ない。へえ、そうなんですか。本当に、ああやっぱりすごいなって思いましたね。他の方もオーラすごかったですよ、はい、その中でも大久保嘉人さんはすごかった。おお、これが友之助さんの忍者の任務をやっていて良かったことだそうです。まだありますよ。まだありますか。カリンさん回ってるじゃないですか。あ、ケンさんに会いました。ケンさんに叱られますよ。カリンさん、ケンさん飛ばして勝手に締めちゃダメですよ。ケンさんに切られますよ、カリンさん。ほら、松浦間ケンさんも来たじゃないですか。怒られました。10月、11月、10月って、ねえ、はい、まあ、それが一番嬉しいことじゃないですか。このお仕事を通して忍者やっててよかったなって思う瞬間でもありますね、はい。でもやっぱりファンの方やお客様が私たちの技を見てわーとか、こう喜んでいただいている顔を見るのが一番嬉しいですね、はい、この仕事してて。コリさん、私もトモさんの最後のコメントと一緒で、あのお客様の皆様 の, あの喜んで帰っていく姿、また来たいねっていうお言葉が嬉しいです。それダメ、もう私言ったから。他に他に、あの普通に過ごしてたらやれないような忍者の武器とか技とかに触れられることがとても幸せです。具体的に、具体的に例えば、あの私が最初に学んだ苦内の技とか、そういうものがこう飛び出て、こう自分の得意技を見つけられることがとても嬉しいです。他には、他には、忍者の人、忍者の忍者界で活動している人と交流できることが嬉しいです。いろいろと全国各地でいる忍者さんとの情報交流とかもできて、私は嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。では忍者パワーを、はい、最後お願いします。かりんさんからビッグな忍者パワーを送ってあげてください。はい、
ゆみさん。ん？あゆみさん、お手紙ありがとうございます。忍者パワーを送ります。忍！忍！はい、こんにちは。アシュラのコテツです。私宛にお手紙が届きました。なるほど、忍者大図鑑って読んだことありますか？と。とても面白いそうです。なるほど、忍者大図鑑。読んだことないですね。ちょっとこれは調べてみたいと思います。忍者パワーを送ります。忍！ソシ君、遅くなってしまったけど6歳のお誕生日おめでとうございます。お手紙ちゃんと届いてます。友之助はいつ誕生日ですか？10月1日。なんと笠回しの達人染之助染太郎さんと同じ誕生日なんです。はい、宗志くんが生まれてくるまでに笠回しでものすごく有名な人がいて、染之助染太郎さんといってもう亡くなられたんですけども、その方と同じ誕生日です。はい、裏も見てねということで忍具がたくさん書かれています。はい、どれも友之助の大好きな忍具ばかりです。彩、万力鎖かな、宮内、鎖鎌、そして刀。うまい！星3つ！宗志くん、これからも応援よろしく！忍！最近、くのいちかりんが厳しくなってきました。毎日叱られてます。友之助です。もうミオみたいになってきたからしっかりしてきましたよ皆さん。本当に来年も応援よろしくお願いいたします。はい、こちらすごいお手紙が届いてます。龍馬くんから読ませていただきます。友之助、伊賀忍者道場80点だったよ。高得点じゃん。 SNS を持ってなかったのでボーナスポイントがもらえなかった。そうか、ボーナスポイントもらえなかったか。だんじり会館のおじちゃんに褒められたよ。80点は褒められますよ。すごい、伊賀忍者フェスタの手裏剣ジュニア選手権で2位になった。銀の手裏剣メダルをもらったよ。すごい、龍馬くんおめでとう。はい、忍者屋敷が書かれてます。万事手裏剣も、あ、違う、これ手裏剣だ。たくさん手裏剣が描かれてる。おー、絵も上手に描いていただきました。ありがとうございます。龍馬くん、これからも応援よろしく。忍！マノアさんとほのかさんより素敵なお手紙をいただいております。ご紹介させていただきます。アシュラの皆さんへ、いつもアシュラ TV 見ています。ありがとうございます。皆さんのお手紙が横についています。いつもアシュラ忍者たちを応援しています。ありがとうございます。こちらにそのお手紙がたくさんございますのでご紹介させていただきます。頭さんへ、どうやったら忍者になれますか？頭さんもアシュラも応援しています。はい、今日お頭お休みですので代役でリオさんに来ていただいております。はい、リオ頭、忍者にどうやったらなれますか？本当に私でいいんですか？はい、はい、頭だったらどういうか、頭だったらなりきって、はい、まずは体を鍛えることだと頭はおっしゃると思います。あと体力をつけること、筋力をつけることと頭はおそらくおっしゃるだろうと私は思います。正解！では皆さんにいただいたお手紙をご紹介してまいります。まずは私です。友之助さんへ、いつもアシュラ TV 見ています。炎の体育会 TV ザ・バシュリスク見ました。ありがとうございます。第4位おめでとうございます。あと1センチで第3位銅メダルだったのに。来年頑張ります。これからもアシュラ TV 友之助さん応援しています。ありがとうございます。忍者折り紙すごく上手だ。結構難しいんですよ、この忍者折り紙折るの。はい、あ、ミオさんに届いていますよ。みおさんお休みですので私が読ませていただきます。みおさんも見てますからね、アシュラ TV ですから。はい、マノアさんとそしてほのかさんのお手紙届いてますから、
ミオさんへ、いつもアシュラ TV 見ています。大忍者運動会第1位おめでとうございます。そう、第1回目ミオさんが優勝したんですよ。あ、大忍者運動会を見て書きましたと、このお手紙。アシュラ TV もミオさんも応援していますと。マノアより、ありがとうございます。はい、第2回大忍者運動会、今年ちょっと私忙しすぎて企画できなかったんですよ。秋やりますとか言ってたんですけど、すいません、来年やります。来年、年明けもう、何するか企画は考えてますから、はい、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では次です。正之助、私の兄にも届いています。お、これはいつもアシュラ TV 見ています。今までで3回実演賞見ましたが、3回も見ていただいてる。わお、3回とも出てきて大活躍ですね。あ、もう正之助はもうやられ役レギュラーですから、忍者界の福本製造と言われてますから。はい、自分の感想ですが、アシュラ TV を正之助も応援しています。あー、なるほどね、アシュラ TV 正之助にしてくれってことですよ。そうなんですか、名前変えたくの一に受けたから、よし。次、小鉄さん、今カメラ回していただいてるんでちょっと変わります。はい、ここからは小鉄さんにも登場していただきましょう。ファンがいますからね。では、ちょっとお二人これ持ってきていただいてよろしいですか。カメラマン友之助にスイッチします。はい、小鉄にスイッチしました。はい、お手紙ありがとうございます。小鉄さんへ、いつもアシュラ TV 見てます。ありがとうございます。小鉄さんは何の忍術が好きですか。マノアより。忍術ね、そうですね、まあ、忍者の武器や道具の中でいけば、私はやっぱり弓が一番好きです。はい、遠い距離からね、音も鳴らずに相手を撃ち抜くことができる、私は弓が一番大好きです。はい、お手紙ありがとうございます。はい、ではこのまま続けて代読していきます。あ、香里さんへ。はい、私が読みます。アシュラ TV いつも見ています。大忍者運動会におめでとうございます。ね、本当にくの一強かったですね。ね、予選もやって兄弟ともやりましたけれども、くの一が1位2位占めましたからね。はい、アシュラ TV も香里さんも応援しています。マノアとほのかより。はい、ありがとうございます。必ず伝えておきます。あ、これカリーさんに来ましたよ。はい、ありがとうございます。それでは読ませていただきます。いつもアシュラ TV 見ています。何の忍術が好きですか。アシュラ TV もカリンさんも応援しています。お手紙ありがとうございます。カメラ近くないですか。何の忍術が好きですか。私はやっぱりクナイが好きです。クがなく使えるクナイ、飛び区内が一番得意なので、それが好きです。ありがとうございます。それではもう一枚届いていますね。だいぶ近いです。厚之助に届いています。お、厚之助の手裏剣来てますね。はい、それでは読ませていただきます。アシュラ TV いつも見てます。手裏剣を投げているのがかっこいいよ。厚之助さんも応援しています。マナーとほのかより。ありがとうございます。ありがとうございます。寄った方がいい。厚之助がここに来て手裏剣投げてるのを見るのはレアですね。レアですね。いつぐらいのお客さんなんですかね。最近厚之助が手裏剣打ったの多分10月ぐらいですね。またね、年が明けたぐらいには厚之助も手裏剣打ちにステージやってくると思いますので、ぜひね、また厚之助の勇姿も見に来てください。お手紙ありがとうございました。リオさん、自己 PR をお願いします。はい、はい、あ、くのいちリオです。覚えていてください。また来てください。お待ちしています。もしかするとリオさんのこと知らないかもしれないんですよ。あ、はい、そこで少し自己 PR をお願いいたします。自己 PR、 VAR じゃないですよ。はい、自己 PR PR ですね。はい、わかりました。はい、マノアさん、ほのかさん、こんにちは。私は、去年の
秋頃からこちらに来ているくのいちのリオと申します。今はまだ修行中の身なのですが、だんだんと舞台にも出られるように今修行中の身です。ぜひまた来ていただいて、その時はしっかりもういろんな技をお見せできるように頑張ります。またぜひこちらにいらしてください。はい、それで ではカメラマンの友之助にダメ出しをお願いします。カリさん、トモさん、こんないっぱい手紙貯めといて、読んでくれるのを楽しみに多分皆さん待ってたと思うんですけど、年末にまとめてやるってどういうことですか？どうもすいません、ちょっと忙しくてね。言い訳ですね、はい、もう来年からしっかりその都度やっていきましょう。はい、ここは全てカットします。それではマノアさん、ほのかさんに忍者パワーを送ります。せーの、忍。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。